今日はバッタン図書館人間側でやっています。さっきお化け側でやったんだけどボコボコにされたんでちょっと心が折れて今人間側でやっていると。ひなちゃんは元気、あの電気の戦士よろしくお願いします。あの電気の戦士はさっきねお化け側の時当たりましたよ。あーでもこれお化けいないのか、お化けやってたからさっきマッチングめちゃくちゃ早かったんですよ。どの試合も早かったんだけどお化けいない可能性あんのか。来ました、トラララララララ、よろしくお願いします。 B マイナス、継ぎ上げか。歴戦のなんとかマスターだったね今。強いんじゃないのこれは。よし、じゃあ人間側1回目やっていきましょうか。ちょっとお化けでやった時に全然調子が悪かったというかもうボコボコにされたんで気を取り直してちょっと人間側でやっていきます。よし、じゃあ行きます。あの電気の戦士、そしてひなちゃんは元気ね。でお化けがトラララララみたいな、よろしくお願いします。行きます、参ります。さあ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 、継ぎ上げがどっから来るのか。ここちょっと横断しちゃおうかな。もう強気に横断、強気に横断します。はいはいはい、あーん、おっとバレたか。あ、バレてないのか、バレていない。よしよし、強気の横断成功したぞ。よし、しゃがんどこう。で誰かが見つかったのか、あれは見つかったのか、追われているのか。追われてない、追われてないかな。誰も誰も今んとこ追われてないのかな。どういう状況ですか、状況が分かりません。多分追われてないよね。あ、追われてる、あれ、いや追われてないな、しゃがんでるからね。牢屋の前待機、あともう一人がいない、もう一人が消えた、見えない見えない。なんだよチビお化け、ちょっとバタンバタンしとこうか。ここはもう、ここはもうぶっち倒しちゃって、あともう一人はあれか、いや見えないな、あれ違いそうだね。あそこに一人いるのはわかる。で、もう、え、何してんの何してんの、継ぎ上げ何してる、継ぎ上げ誰もいないところで素振りしてんのかあれ。え、素振りしてたなんか。あ、向かってった、向かってった。ひなちゃんが狙われてんのかあれは。ひなちゃんが狙われている。どういう状況、なんでちびお化け、何あなた。ひなちゃん狙われてんのか、どういう状況、全く見えない。あ、ひなちゃんいますね。ひなちゃんが狙われていないのか、え、どういう、わかんないよ、もう。わかんないよ、状況。お、どういう状況ですか、おー。ひなちゃん、狙われてないね。狙われてないね。お、上に。ん、狙われて、今度はこっちか、こっちか、狙われてんのは。あの電気の戦士か、誰が狙われ、誰も、ちょっと待って、継ぎ上げは、継ぎ上げは、待って、継ぎ上げは、え、あ、いたいたいた、いたいね、今いたね。よし、牢屋の方行っちゃおう。よいしょ、ささささ。ささささささ。え、どこ、あ、あ、帰ってくんじゃないよ、マジかよ、やっちまった、まさか、ん、お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 、どこ行った、お、いた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 、やばい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 、ついに来た、ついに来ました、ついに来ました、ここに来て。え、なんだ、あ、来た、来てる、来てる、あ、やべ、詰まった、詰まった、あ、来る、どこで、どこで、なんで並走してんだ、やめて、並走しないで、怖い、マラソンみたいになってる、助けて、そう、こっち、え、次上げ、あ、来た、いや、10、あと13秒でしょ、いけるんじゃないか、はい、はい、変なとこに詰まんなければいける、変なとこに詰まらなければいける、7、来るよ、いける、ほっ、やったわ、やったわ、なんとか生きて帰ったわ。何してんの二人、仲良く何してんの。私も混ぜて、そこ。ガノンドロフ S プラス、タヌコ S プラス。うわ、人間やっぱ集まり早いね。さっきもお化けやってたら一瞬だったから、問題はお化けが来るかどうかで、さっきはね来てくれたけど、やっぱりお化け来ないかな。このマップというか今の環境、多分お化けが不利なのかな。この危険度レベル、骸骨マークが1個なんですよ。で牢屋のスイッチ2つじゃないですか。でこれ多分4つぐらいまである、骸骨マークって。だから1っていうのはかなりお化け不利なのかな。だからお化けやる人がもしかしたら少ないのかもしれないですね。あー CPU、 ちょっとやっぱり今のこの環境ではお化けやりたくない人が多いのかもしれないんで、まあ、次お化けやるか、これ終わったら。 CPU と当たっててもあんまりね、どうにもなんないんで、ちょ、これ終わったらお化けやります。まあちょっとこの環境だとやっぱりやりたくない人がいるかもしれないけど、私じゃあやります、もうお化け、もう環境のせいとかにしないから、もう私は。まあそう言ってさっきタコ殴りにされたんですけど、よっしゃ、やっていこうか。ガノンドロフ、タヌコ、よろしく。え、嘘だろ、タヌコ嘘だろ、よし動いた、二人
二人いないのかと思った。あ、来た来た来た、 CPU 来たぞ。ガノンドロフそっちいるぞ。ガノンドロフ、ガノンドロフ、ガノンドロフそっちいるぞ。ガノンドロフはあれだね、あのゼルダの伝説だよね、確か。ゼルダの伝説、あのスマッシュブラザーズでしか僕は馴染みがないんだけど、ガノンドロフね、使ってた、あのなんだっけ、ゲームキューブ、ゲームキューブでスマブラってなかったっけ、あれで使ってたな、ガノン。あー、ガノンドロフ、ガノンドロフ捕まった。 CPU ね、なかなか手強いんですよね、追われ始めると。ガノンドロフが捕まりました。そして追われている、わしこっち行くわで。ただ CPU は牢屋をザルにするので、もう、あ、追われてるね。牢屋をね、ガラ空きにさせる習性が、タヌコよろしく、タヌコよろしく。そういうちょっと牢屋をガラ空きにさせることだけ CPU はちょっとな、そこなのよね。牢屋を全然守ろうとじゃん。やばい、来てるよ、来てるよ。あ、ごめん、ガノンドロフ。64のスマブラとかもう今やったことない子の方が多いんだろうな。なんかスマブラって最初64だよね、確か。で、私は64世代でずっとそれをやってましたけど、64の時何使ってたっけな、64の時何使ってたか忘れちゃった。ゲームキューブはクッパとかね、ガノンドロフとか使ってたんだけど、64の時何使ってた、プリンとか使ってたっけ。プリンちゃんがまたね、難しいやつで、あー、ガノンドロフ、ガノンドロフが、多分このゲームでも言ったことあると思うんですけど、継ぎ上げって能力的には一番低いじゃないですか、この子。だからこの継ぎ上げ、最弱のこの継ぎ上げでどれくらいできるかっていうやつをやった方が僕はなんかね、燃えるというか、そっちの方が楽しめんのよ。タヌコよろしく、ガノンドロフ助けに来たよ。そう、だから弱いキャラでいかに強い人たちに勝てるかっていうのをちょっとね、いつも。ガノンドロフ、お、ガノンドロフ、いたいたいた、ガノンドロフいなくなったかと思ったよ。そうっていうのをよくやってるんで。やべー、 CPU に目つけられた、目つけられた、終わった、目つけられた、もう無理。そうそうそう、だから継ぎ上げをいつもねやってるのはそういう理由ですね。弱い子でいかにできるかと。なんか強い子で勝っても、まあそれは強いから、まあまあ強い子使ったところで弱い人が使ったら弱いんだけど。はー、よし、あの子は逃げる、ランタンを避けることを知らない。さあ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 、いや、タヌコ、こんにちは。まだ来てんのか？うわー、来てるなー、しつこい、もう、ストーカー、ストーカー、ストーカー、もう、ストーカー、もう、もうストーカーと呼びます、あなたのこと。ストーカーと呼びます、もう、今日から。今日しか会わないけど。はっ！あと30秒、CPU から逃げ切れる気が全くしません。はっ！はっ、はっ！はっ！さっ！はっ！ここをミスると、罪。やべ、親指がもう、親指が持ちません。あー、指先が、指先当たった、すいませんでした。うわ、逃げ切れなかった。あ、タヌコ、タヌコ来てくれていたの。継ぎ上げは、そう、牢屋に、あ、帰ってきた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 。タヌコありがとう、あなた。タヌコも、タヌコ全部助けてるな。多分スイッチの2個目押しての全部タヌコだもんね。え、ガノンドロ、どこだ、継ぎ上げどこ行った、ありがとうって。これいつも押すの忘れちゃうんだよな。やったな、ガノンドロフ、ガノンドロフ、待って、逃げないで。じゃあお化けね、お化けで継ぎ上げでいきましょうか。ゴールデンでもいいんだけど、色が違うだけだから。あ、こっちのなんかくすんだ感じの継ぎ上げで、元祖継ぎ上げですね。僕は弱いです、キツネビ、雪だるま。やっぱお化けやると早いね。お化けやると早いんだけど、人間だとお化けが全然集まんないのか。今のこの環境ちょっときついのかもしれないけど、私は屈しないわ。先ほど動画外ではボコボコにされていますが、動画内ではやっぱりね、これ勝利しないといけないから、まあ、勝利しなくてももうこれどうしようかな、もう蔵に入れるわけにはいかない状況になってきたわ。まあ、そうならないために私は勝つしかないんですけど、強そう。もうなんかね、やばいっすよね。もうチェイスがめちゃくちゃうまい子が多いんだよね。なんかターンの時に一回しゃがむんだね、多分あれシャッって音が鳴ってるから、あれやられるとほんと全然捕まえらんない。もう私のレベルが低いのかもしんないけど。さあ、どこにいましたね。そんなとこにいたんですね。レッドは範囲どうだったかな。レッドか、まあちょい広めぐらい。なんだそこ、雪だるま、何をしている雪だるま、そんな柱に隠れて。さあ、牢屋に来てんのか、牢屋に来てるんじゃないか。さあ、多分、牢屋にいるんじゃないかな。あ、いるな。で、一個して撤退するんだろう、どうせ。分かってます。それは分かってます。それはもう分かっていますよ。
それは分かってるんだけど、あ、当たるんだ。やられた。重ね掛けされないね。これこの状況では多分間に合わない。重ね掛けはこっからよ。こっからが本番よ。僕弱いですわ、僕は弱いですわ。ランタンを使っている。あ、アリサも来てたのか。ちょっとアリサから行くか。はっ、はい、キツネビー。これはでかいよ。で、あと僕は弱いですわ。ランタンを使って、どっちがどっちだ。赤いランタンの子がまだ持ってるはず。同じアレスなんだよな。赤い方が持ってるはず。ブルーの子は持ってない。どこだどこだどこだ。ここで、ん、どこだ、え、どこで。今見つけておかないとちょっときついな、マジで。これはあー、そこにブルーの子。いや、持ってないとはいえ、もうブルーから行くか。ブルーから行きます。ちょっと、あ、やばい、アングルが悪い、アングルが悪い。とりあえずアングルが悪い。あ、やべ、押される。押されないか。ん？来てるか。やべえ、ちょっと粘られた。はーい、これはでかい。僕は弱いです。あぶねえ、ちょっとこれ牢屋のスイッチ押しに来たな。ただここモヤモヤタイムの時にもう一人が来るのかどうか。さあ、モヤモヤしてるこの時間に来るのか。どこだ。ちょ、画面酔っちゃうかもしんないけど、すいませんね、これ。どこ。あと1分半。さあ、ここはあまりちょっと開けたくはないんだけど、ここらで発見しておきたいところではあるけどな。いないか。さすがにいないよね。誰誰。アレス、アレスでしょ。通信の Wi-Fi マークついてるよ。アレス、アレス待ちです。ちょっと待って、アレス待ち。よし、アレス、どこだ。あー、ちょっとあんまりな、ここで守っててもしょうがないんだよな。ちょっと一回降りても巡回していかないとダメね。これそのままやり過ごされたら負けなんで、どうしよう。いや、これでも、あ、いた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 、いましたー。あの子、ランタン確か持ってたよね。まだまだ持ってるはずなんだよな。あれ持ってない、なんか暗くない、気のせいかな。持ってない、あれ持ってないか。持ってないわね、あなた多分持って。あー、来たー、雪だるまー。